こんにちは、加藤理香です。道の駅細入りに遊びに行ってきました。これはね、富山市から向かってるんですけど、富山市から30分ぐらいかな。越中と飛騨を結ぶ拠点となる道の駅です。ちょうどね、自販機の入れ替えしててガチャガチャ音がします。右手にね、野菜販売コーナーがあってね、ただこの時間では売ってなかった。道の駅の館内にお食事処りんりんっていうのあるんですけど、せっかくならと思って外で食べることにしました。子持ち鮎が600円、イワナが500円です。これはね、飾りだよ。どうやったら映るかね。尻尾から食べればいい。ガブリと食べればいい。さっきのがイワナで、こっちが子持ち鮎です。やっぱりね、美味しかったよ。塩が効いております。お天気もいいし、ちょっと風吹いてて、すごい気持ちよかった。ここね、トイレなんだけどね、ツバメの巣があってね、すごいひっきりなしにね、飛んでるからね、ちょっと撮ってみた。なんか糞落ちできそうなんだけど。なんかでもちょっと幸せだよね、ツバメ。駐車場は普通車71台、大型7台なんで結構止めれるかな。道の駅の館内もね、いろんな富山の名物とか売っててね、面白いです。営業時間は10時から6時までだけど、冬はね、もっと早く終わっとるわ。景色もいいし、行ってみられたらどうでしょうか。加藤理香でした。バイバーイ。